12月23日です。月曜日ですね。今日はちょっと南のですね、伊佐里の方にの、まあ、山道というかね、を走ってみようかなと思います。まあ、山道といっても林道じゃないですけどね。まあのんびりした田舎の道をね、走ってみようかなと思っています。ごっつい天気で、最高だよねこれ。あー綺麗やな。ほんまにこれええな。これは県道26号線なんですよね。一応これ県道です。ここね、まあ行きましたね。これ明神山一の峰神社行きました。とことこと今のところがこう峠ですので、ここからはこうずっと普通に降りていくんですけどね。これこれどうですか。こりゃ最高やな。伊佐里に着きました。さて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 、伊佐里カフェが月曜で定休日だったのはもうショックですけども、まあ月曜日来たら定休日ってまあよくあるパターンやな。おー、ここ聞き切ったんやな。この道がね、今回はまあターゲットの道なんですけど、綺麗でしょこれ。今潮吹き展望台というのがありましたのでやってきました。これのことか。
ははあら、潮吹き岩というのがあって、ここかな、あの二つの岩のところでなんか潮がバシャッとこう吹くということみたいですが、こんにちは。楽しそうですね。一人で寂しいけど。いや、わしのね、知り合いがここでキャンプできるかどうかね、ちょっと見てきてくれって言われて。かなと思いながら、ちょっと遠慮しながら火も使いようけども。うん、いや、特にあかんって書いてないかどうか見てきてくれって言われたんで、まあ、いけるんちゃいます。そんなけん、あ、よかった、これいけるって報告できるなと思って。いや、あの、ここの潮吹きの紹介みたいなんで、テント、まあ、そのバイクで来た人がテント張ったのちょっと見たんで。うん。県道の289号線です。この道もしかして行ったことないかもわからんな。このトンネルね、桃前トンネル、もうあんまり走ったことないな、これ。前一回これ行ったことあるんやけどな。ここまた楽しいな、これ、こういうのがな。これ苔どころか上に土積んどったとなんか。
こちら側の道っていうのはあんまり通らないんで、今日は、こっちのね通らない方の道を、川のね反対側の道を通ってみようということで、今日はずっとこれで、鴨谷まで行きたいなと思っています。まあ、途中でなんか通行止めとかなければね、このままずっと行きたいなと。素晴らしい。こういうとこでもこういうとこでもどこでもいいんやけど、速く走ろうってあんまり思わんのよな、わし。こういうとことことこもう事故なく走りたいんよな。こんなスピードで何の不満もないという。これはまたまた楽しいワイルドな道やな。本当にだんだん俺なんかこうちょっと病気入ってきたような気も自分でするな。これなんかこういうとこが楽しいよな。あーこれな、これ右行ったことあるな。でもこれってあやっぱこれ右やな。なるほど。県道282号線、あれさっき283でなかったかな、変わったんかもわからんな。282号線な。
ここまで来て、これはしかし向こうへは行けんのだったよな。なんかそんな気がするな。あの向こうあたりで